興への羅針盤です。東日本大震災の津波で流され持ち主が分からなくなった写真などのいわゆる思い出の品、大槌町が先日この返還会を初めて内陸で行いました。長谷川アナウンサーの取材です。これ、あ、高校の時ね、恋愛してる頃だな。先週末、大槌町は初めて花巻市で思い出の品の返還会を行いました。会場には震災発生から11年以上が経過してようやく持ち主の手元に写真が戻る場面がありました。これ見つかったんですか？見つかった。そうね。花巻市在住の菅原信也さんです。震災発生の前の年、家族でテーマパークに行った時の写真を見つけました。菅原さんは他にも探しているものがありました。母の写真が1枚しかないんですよね。それが遺影になってますけど。菅原さんの母親は震災の津波で亡くなりました。以前も返還会に参加して母親の写真が戻ってきた経験があるといいます。また新たに見つかるかなと思って、ね、私の家族以外にも、はい、例えば友人とか、ね、親戚とかあるかなと思ってきたんですけど、およそ2時間かけてアルバムに目を凝らした菅原さん。その結果、探していた母親の写真に加えて家族や親戚の写真46枚が見つかりました。大槌町は震災発生後からこういった思い出の品の返還会を定期的に行ってきましたが、このように持ち主の手元に戻る数は近年大幅に減っているといいます。こちらは大槌町の思い出の品の受け渡しの数を示したグラフです。震災直後から徐々に減っていき、昨年度はゼロでした。年々物品を探しに来る人の数は減っている上に、コロナ禍で返還会の開催ができなかったことも追い打ちをかけているといいます。そんな中、久しぶりの返還会、しかも初めての内陸での開催は貴重な返却の機会になったようです。もう一人、思い出の写真に巡り会えた人がいました。あ、瞳見つかったんですか？はい、ちょっとお待ちくださいね。娘の瞳さんの写真を見つけたのは花巻市に住む高田大輔さんです。ひとみさんが小学校に入学する時の写真を発見しました。6歳なんで今から15年ぐらい前じゃないですか、ね、今21なんで、花巻市内での開催を知り初めて返還会に足を運んだという高田さん。数少ない娘の思い出の写真に目を細めていました。今あのご自宅お住まいにはあまり娘さんの写真多くないんですか？ほとんどないです、はい、全部流されたんで。残ってんのは何枚ぐらいですか？本当数ある程度5枚とかそんぐらいですかね。本当ちっちゃい頃とかしかなくて、こういう小学校の頃のは全然ないです。この日の返還会には菅原さんや高田さんも含め、震災後大槌町から移り住んだ人を中心に20人ほどが足を運び、合わせて65枚の写真が持ち主の元に戻りました。震災発生から11年、このタイミングで大槌町が初めて花巻で返還会を開催したのには理由がありました。お返しする機会を設けた上で、
今後の対応ということではやっぱり年度末に一定の区切りをつけるということの上でも一定の区切り、この言葉は思い出の品の一部、写真を除いた物品を廃棄することを意味します。決断に踏み切ったわけを聞くため、大槌町内で思い出の品を収めている場所に行きました。こちらにその保管されている思い出の品を出していただきましたけれども、状態っていうのはどういうふうに変わっていきましたか？やはり保管きれいにしていたものでもですね、年数が経つにつれてこう布などはこう劣化をしてきたりですね、あとはアルバムなどもこうだんだんこうくっついて開くことができなくなってきていたりとかですね。大槌町は思い出の品を大きく物品と写真に分けていて、現在物品を300点、写真を5万枚保管しています。写真は今年度中にスキャンしてデータとして残すことにしましたが、写真以外の物品は劣化が進んでいるため処分をすることに決めたのです。この思い出の品の一つにランドセルがあるんですけれども、確かに劣化が進んでいて、このあたりがもう黒くこうカビのようなものが出てきていますね。岩手県内の沿岸12市町村で東日本大震災に関わる思い出の品の廃棄を決めたのは、岩泉町に次いで大槌町が2例目です。しかしその他の自治体の中にも思い出の品の劣化が進んでいるため保管時期の検討に入っていたり、そもそも保管自体を外部に委託したりしています。また処分を決断したのにはもう一つ理由がありました。年度ごとの返還数のグラフを見ると、毎年わずかながら思い出の品の返還が続いていますが、これを物品に絞ると2016年度以降返還がない状態が続いているのです。花巻市で行われた返還会でも物品を写真に収め公開しましたが、引き渡しを希望する人はいませんでした。これ以上ちょっと保管はちょっと困難なのかなということで、となるとなおのこともう一遍ここでできるだけ多くの皆さんにこれをお知らせして、その上で対応をさせていただきたいというふうに考えています。転換点を迎えている思い出の品の取り扱い、時間の経過とともに引き渡しの期限が迫っています。